高層ビルの中に高さ147メートルのテレビ塔がご覧いただけます。テレビ塔の外に左、一番高い建物は高さ173メートルのセイランタワーでございます。右奥をご覧くださいませ。銀色の丸い屋根の建物は札幌ドームでございます。移動式の天然地はサッカーフィールドを備え、野球とサッカー両方のプレーが可能な全天候型ドームでございます。続きまして左前方観光をご覧くださいませ。小山の上の白い塔は平和の塔でございます。この塔はインドのネール首相より贈られたお釈迦様のお骨の一部ぶっしゃりとともに、道内の戦没者の霊を祀った慰霊塔でもございます。まもなくロープウェイ中間地点でございます。ロープウェイは上り下り大泉駅を出発し、中間地点ですれ違います。下りの方が少し早く感じますが、どちらも同じ時速18キロで1200メートル間を交互に運行しております。それでは左をご覧くださいませ。家並みの中の小高い山は標高226メートルの丸山でございます。この山の陰には北海道新宮を中心に動物園、公園、野球場などがございます。また丸山より少し奥には大倉山ジャンプ競技場や宮の森ジャンプ競技場、ジャンプの疑似体験ができる札幌オリンピックミュージアムなど、一年を通して楽しめる施設が点在しております。さらに左奥、鉄塔の立っている一番高い山は標高1023メートルの手稲山でございます。このように札幌市内を一望できます藻岩山の標高は531メートルでございます。それでは皆様、中腹駅到着までの間、ゴンドラ内でのひとときをお楽しみくださいませ。まもなく中腹駅でございます。中腹駅には売店ミニテーブルカー乗り場がございます。山頂展望台へお越しのお客様はこちらよりミニテーブルカーにお乗り継ぎくださいませ。中腹駅到着でございます。皆様、お忘れ物をなさいませぬようお気をつけくださいませ。なお、お降りの際にはお足元に十分ご注意くださいませ。ご乗車誠にありがとうございました。You got it.